とアイスクリームバスは結構あの見て印象的だったのはアイスクリームバスのテーマ曲が非常に楽しくてですね、林裕貴さんの作曲だと思うんですけど、ホラーにしてはこう明るくて楽しくてですね、で逆にその裏で、ね、怖いことが起こっているってそのギャップが非常に面白くてですね、アイスクリームバスのお兄さんですね、アイスを売ってるお兄さんが原作よりも美形に描かれてまして、ね、そこはもう大変目の保養になると思いますので、楽しんでいただけると思います。